逆光になってるかな、お城が見えますけども、ここは高知城といって、あの高知県にあるお城です。当たり前かそれ。改めてご挨拶しましょう。カシャカシャカシャリンカ。皆さんこんばんは、元男の子の青木かのんです。本日は皆さんに伝えたいことがあり動画を撮ってます。あ、これ全然書けないんですけどね。先日私が公開させていただきましたデビューシングル、かさぶたの私が、なんと J-POP 新着シングルランキング12位です。すごいでしょ。いや本当に嬉しくて、最初出す前は、まあ、YouTuber が歌出すって今のところ世間ではちょっとあまりよく思われてないっていう風潮があって、なんていうんですかね、まあ、ずっとふわふわしてる感じなんですよ、気持ち的に。これが本当に今の自分の出した歌なのかなとか、すごい不思議な感じです今。出してることも奇跡だし、私みたいな、こういう私みたいなっていうのはあんま良くないって言われるんですけども、こういう不安定ボイスなわけですよ。なんか男か女かどっちか分かんねえなーみたいな、そういう声のやつがこういういろんな人にたくさん聞いていただくっていうのは、これもすごい奇跡だなって思ってます。ほんと嬉しくて、お母さんとかお父さんにやったよって LINE、ね、送っちゃったんですけども、ほんとありがとうございます。今のこの現状に満足せずに、もっと突き進めてやっていきたいんですけども、ただ私は自分の居場所が大好きな YouTube だと思ってるんで、今後も YouTube のペースは変えず、たまにスパイス的に私の夢である音楽活動もちょこちょこやっていきたいなと思っております。本当はこういう動画撮る予定なかったんですよ。昨日かその前かな、私がなんかナンパ一応されるんだよみたいないう動画出した時に、コメント欄でこんな感じで、なんか普通もう音楽出した次のタイミングはこういう動画じゃないでしょうみたいな、こうランキング載ったんだから素直に喜ぶ動画出せばいいのにっていうコメント言ってくださった方がいて、それでこうやって撮ってんですよ。いや本当だったらね、私はすごいでしょみたいな、なんかああいうべきではないんだけども、もう本当に嬉しくて、この嬉しさを皆さんにちゃんと感謝の気持ちと一緒に伝えたいなと思って、今私の第二のふるさとだから高知県に来て今喋ってるんです。本当嬉しい。全然関係ないですけど、高知城って私高校時代にこうチャリンコでこう目の前を横切るみたいな感じではよくあったんですけど、こうやって改めて上に登ってきて近くまで来たの初めてですね。こんな大きいですね。しかも登るまでめちゃめちゃ大変でした。なんかプチ登山ぐらいのレベルでずっと息切れして、あ苦しいってなってたんですけど、あいやそれは本当改めてありがとうございます。まあ、高知での動画も、いっぱい撮ってますんで、後日ちょこちょこ上げていくかと思いますが、そちらも楽しみにしていただけると幸いです。ということで今回は青吉の感謝の言葉でした。すごいでしょ本当に。あいやいやそれはない、それはない。バイ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 。私は僕いつになっても居場所探しで埋もれてゆく夜空の下